この番組は室蘭 FM ビュー、インターネット放送、動画サイトユーストリーム、 D ファインポッドキャスト、以上3曲ネットでお送りいたします。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お相手は私、山田大輔と、もう一人がこの人です。みんな爽やかな夏を過ごしてるかい？海坊主です。ええ、海のお兄さんだよ。いや、今年爽やかに行くんだね。もう爽やかを押していくよ。いや、いいんじゃないですか。実際爽やかかどうかは別として、爽やかを押していく海のお兄さん、海坊主だよ。わざわざ毎日海に行って、はい、マイク持って、はい、なんかその海坊主体操みたいなのやったらどうですか。で、そのマイクはあれでしょ、そのなんか音出るところと繋がってないんでしょ、どうせ。全くマイクはなんで、おっさんはマイク持ってるんだ、意味ねえだろっていうふうに言われるやつだろ、それ。まあ面白くない人はね、はい、そういうふうに見るでしょうね。そうですね、うん、分かってない人はね。分かってない人はね、はい、うん、いやいや、やりたいですね。それが叶うなら僕は毎日やりたい。海坊主体操をちょっと考えましょうよ。ナッツ、何？ナッツ、何それ？ちょっとね、うん、そういう海坊主体操、どんな体操やります？ちょっとどこ鍛えましょうね。脇の下。どういう風に、ちょっと見せてください。ラジオだけど今僕解説するから。脇の下、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 脇を開けたり閉めたりしてるだけです。両手を合わせて、両手を合わせて、ふん、拝む体勢になってもう一回脇を閉めるだけです。ほら、今脇がすごい鍛えられてる。これね、今あなたね、全然伝わんないと思いますけど、これ今脇すごい閉まってますから。どうだろうな、流行るんだろうかな。脇のシェイプアップ、まあ海坊主体操第一がね、はい、第二行きましょう。第二、第二どんな、膝の裏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 というふうにやります。膝の裏、膝の裏。あれ今ね、背伸びした状態でね、足をクロスさせました。ってってこうね、合わせるんですよ、膝の裏、裏と裏を。みんな日常、膝の裏と裏を合わせようとしたんだ、はい、はいはい、日常じゃなかなか鍛えないでしょ。あなたも鍛えないでしょ、はい、鍛えないね、脇の下とか膝の裏とか、はい、僕も鍛えないですもん。はいはい、これからね、これから鍛えることによってだ、海坊主体操でね、はい、鍛えることによって、うん、この辺の関節周り、はい、ここ大事だと思うんですよ、やっぱりね。あなたも膝やられてるでしょ、はいはい、膝にボンバーマン抱えてるでしょ。抱えてますね。表だけじゃなくて裏なんですよ。裏ね、あ、裏痛いことあるある、うんうん、裏を支えることによって表が湧き立つんですよ、はい、お湧き立つ、はい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 。え、単なるダジャレですか。何を言ってるんですか、あなたは。あなたです。もうね、だからそういうのはやりたいですね、確かにね。だからどうなるんですかね、脇の下と膝の裏を鍛えることによって、はいはい、例えばその他の部分だったらそのシェイプアップだったりね、はい、いや、まあまあ要はそのね、はい、まあ、体重も軽くなったりいろいろあるんでしょうけど、はいはい、どうなの。いろんな体勢に耐えやすくなるんですよ。いろんな体勢に耐えやすくなる。薄っぺらいですね。あのなんかどんなテレビショッピングですか。考える人みたいな、こうやってこうあるでしょ。考える人の体勢ね、片膝ついて考える人みたいな、ええ、この体勢もね、意外に膝の裏とか使うんですよ、うんうんうん、あなたも考えるときあるでしょ。いや、考えるときはあるけど、うん、考える人の体勢にはならない。なんでですか。ふとした瞬間考える人の体勢、立ち膝がですよ。はい、女性がね、短いスカートを履いたときに、はい、立ち出してちょっとやっぱりなんか見えづらいときあるじゃないですか、はい、そうなると考える人の体勢でこう足をこう低くして物を取ったらいいんですよ。ほう、そしたらスカートの中身って見えないでしょ、うんうん、だからこの体勢よくしたらいいんですよ。何を言ってるんですか。あなたです。海坊主体操、あなたもいかがでしょうか。ノースアイランドニュースです。ノースアイランドニュース。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドニュースです。現在の企画は、約8ヶ月ぶりにやってきた海坊主さんの宿敵、山大国999代宗主悪の帝王秘妙が持ち込んだゲーム企画、札幌北広島しりとりすごろくです。札幌白石区から北広島市までのサイクリングロード、
総延長20キロを海坊主さん対氷見さんでしりとりをしながらその文字数分だけすごろくのように進みます。センターラインの線が途切れるまでは一マスとして先にゴールした方が勝ちとなる、そういうルールです。ここまでの経過をお伝えしますと、白石サイクリングロード編の第1ステージ、東札幌から環状夢の橋まで 2.6 キロのしりとりバトルを行っています。残り 1.4 キロ付近、海坊主さんがリードしていましたが、突然スゴロクのマス目としているセンターラインがなくなるというアクシデント。これにより一歩分もないタイル一マスに急遽ルールを変更します。となると進むスピードが一気に遅くなり、持久戦の様相となってまいりました。海坊主さん8マスリードという状況です。ところで今日は海坊主さんにお盆休みの正しい過ごし方について伺ってみましたので、お聞きください。お盆休みはね、おばあちゃんのとこ帰ってタニシをねこう採取して、それを育てればいいんですよ。僕はね、子供の頃にねショックでしたよ。タニシがね僕のジャージの、ポケットの中に入ってて、ジャージを脱ぎ捨ててたら踏んでしまったっていうことがあってね、頃のタニシさんごめんなさい。どうですか。私からは特に申し上げることはございません。海坊主対氷見のしりとりラジオ放送、二人はあまりの持久戦に壊れ始めるのであります。ステレオでお楽しみください。遠いプードル、遠いプードルでございます。でまたるでしょ。もうないよ。ルックルックこんにちは。なんとついに昔のテレビ番組を持ち出しました。小さい小文字も一文字と考えるんだったら僕はもう誓いますよ、もっと。ルックルックこんにちは。やじゃな、だいぶ離れたな。はい、よりワインパーティー。ワインパーティーです。ワインパーティー、ワインパーティー。さあ、運動さんとの海野さんリードで1、2、3、4、5、6、7、8マスついてます。リードで8マス差、8マスだと結構な距離が本当だったら今まであるはずなんですけども、全然ありません。本当にまた 2,3 メートル差くらいしかない。一家心中さっきに物騒な言葉を選び出した海野さんです。一家心中、もうね、姫野さんと同じく物騒な言葉を吐き出そうかなというところでございます。そうですね、一家心中。さあ、何もない。私はたまに思うのじゃ。姫野さんが語り始めました。生まれ故郷。わしはたまに思うのじゃ。生まれ故郷を思うということでございます。さあ、これで何マス ?1、2、3、4、5、6、7、8マス差。8マス差でもやっぱり 2,3 メートルしか離れておりません。さあ、今日のタイムゾーンのうちに2時間言葉を出そうと思います。浮き輪。浮き輪。今のうちにちょっと短いワード出しておこうかな。本当にワンコソバ、ワンコソババカハでございます。いや、うん、今のうちに短いの出しておこう。ハンコ、ハンコ、コイントス、コイントス。さあ、コイントスという言葉には、貴様、この間コイントスで恥ずかしい目にあったらしいな。僕はコイントスで負けました。別の番組キラキタ、そこでコイントスで僕は負けました。でもその後ね、2回やったら2回。さあ、コイントスの巣から始まります。さあ、4マスリードで海坊主がリードしておりますが、このリードのうちにちょっと短い文字を作っていこうという作戦に出ております。で、巣ですね。す、ちょっと昔懐かしい言葉かもしれない。ずっく、ずっく、はい、ずっくのく。じゃあわしも懐かしい言葉、はい、ひみおさんも懐かしい言葉。クレパス、クレパス、クレパス。さあ、サンマスさんに近づいてきました。す、スージーズ、スージーズ、キャラクターを使ってました。
これは酢酢ですね、酢かつ。しますよ。最近山大国と貿易を始めたところ。また貿易は最近始めたところらしいです。君よさんの山大国。スロベニア。スロベニア。スロベニアと貿易を最近始めたそうでございます。山大国、スロベニアあでございますね。最近海坊主がこの人の名前を言ったとか言わないとか、あとおかいさん、あとうかい。今度山大国で旅行に行こうと言っている場所。今度山大国で旅行に行こうと言っている場所。イスタンブール。イスタンブール。イスタンブール僕言いましたよ。行ったの出た時って負けじゃないんですか。あ、負けはじゃない、負けはない、負けはないですか。違う違う、今ビまで言ったよな、はい、だから何マス戻ればいいんだ。5マス1,2,3,4,5 じゃない。いい、イスタンブールは言いました。痛めたら負けっていうルールはない。ないですか。それはなかった。そうなかった。勝手に作るな。OK。 そっちだって勝手にルール作ってるじゃないですか。何本ルール作ってるんですか。ボケって言わないでください。勝手にルール作るのはボケって言われました。キムヨさんに言わなかった。イントロクイズ。イントロクイズ。イントロクイズ。あなたにルール作るなとは言われたいです。イントロクイズのスルメイカ。スルメイカ。カイロ。カイロ。カロ。そう、かすかにセンターラインが見えてきました。やっとね、お尻が見えました。そこまで行くのにどれだけかかるか。ちょっとね、でもね、もうそろそろ間開けたいっていうのがあるんで行きましょう。ロシアンルーレットで行きます。ロシアンルーレット。トウモロコシ言ったか。焼きトウモロコシは言いましたけど、トウモロコシは言ってないです。ジャイナ。はい。トウモロコシ。シルクロード。シルクロード。さあ足元にはアリさんがたくさんいます。どう。さあ全然進まない中、ドレスアップ。ドレスアップ。ドレスアップのプ。ブッキング。だいぶ進んできた感じあります。プのブ。ブを使いました。ブッキング。ブツキング。ブッキング。ブッキング。グー。またグーか。もうね、クケなくなってきましたよね。もうないぞ。なくなってきましたよね、クケ。もうなくなったらこれパスもありだからな。パスもありなんですか。パスだったら相手に権利がいく。そのルール教えてくださいよ。なんかもう勝手にルール作んなみたいなこと言ってますけど、あなたのルール制作工場だから、ルール先に言ってくださいよ。ルールいいから、あなたがルールでいいから、先に言ってくださいよ。もうわしがルールじゃんは分かったから。グー。パスもありなんですね。ムンスクだしか思いつかない。そうそう、もうね、もうムンスクだしか思い浮かばなくなっちゃったよね。クラスメイト言ったか。わしは言ったら、なんかメイト的なの好きですね。言ってないです。メイトとかメイト好きですね。メイト。クラスメイト。そう、そう、じゃあそろそろトーツかあれ出しちゃいますかね。7文字差ですかね。東京スカイツリー。お、来ました、東京スカイツリー。温めてたんですけど、切り札をこれで使ってよかったんでしょうか。東京スカイツリー。明らかにツリー。行き当たりばったりとか向こうで言われてますけどね。リですか。リでもね、僕はね、やっぱりね、早くこのゾーン抜け出したいので、もうそろそろちょっとまた文字を使っていこうかな。リンゴ飴。リンゴ飴。リンゴ飴。さあ、結構差開きましたね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13マス。13マスでやっと3、4メーターぐらいですかね。でもセンターラインがある状況だったらかなり離れてます。そう、13マスって完全に運動さんがリードという状況。センターラインやったらね、だいぶ向こうにいるはずなんですよ。はずなんですよ。しかも、まあ、残り距離表示すら出てません。そうそう、残り距離の表示が出てこないと。リンゴ飴。はい。目ですね。目玉の親父。目玉の親父。目玉の親父。おい、来たろ。さあ、来ました。東札幌一条緑地だったことが分かりました。さあ、ここは東札幌一条緑地という場所でございますね。確かにね、緑がたくさんあります。
ね、ジブラルタル海峡。あ、来た、ジブラルタル海峡。これは結構来たじゃないですか。ジブラルタル海峡。だいぶ来ましたね、ジブラルタル海峡。ジブラルタル海峡でだいぶ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 マスさでございます。これな、はい、山大国のな、はい、流行ってる言葉なんじゃ。あの山大国で流行ってる言葉がジブラルタル海峡。そうなんじゃ。あのどんな流行りを流してるんですか。貴様、あんまりそういうのばっかりしとったらジブラルタル海峡に連れていくぞっていうのがな、流行ってるんじゃ。今のをすごい言うべきか迷ってますけど、まあ一応伝えましょう。あの貴様、そんなヘマばっかりしてるとジブラルタル海峡に連れて行くぞ、今日に連れて行くぞみたいなことが流行ってるそうですけども、あのそんなところが近いんですね。流行語大賞。流行語大賞で貴様ジブラルタル海峡に連れて行くぞっていうのが流行語なんですね。山大国の流行語大賞じゃん。じゃあジブラルタル海峡の、貴様らも使うがいいわ。貴様らも使うがいいわ。うさばらし、うさばらしと、うさを晴らす感じですね。しまうま。しまうま。いやでもね、姫さんでも今のうちにそういうの出しておいた方がいいかもしれない。しまうま。じゃあマリ。マリ。この辺で、この辺で短いの出しておかないと。リ、マリのリでございます。しまうま、マリ。さっきリンゴ飴は出したけど、はい、リンゴ出てないな。リンゴ出てない。リンゴ。リンゴ飴が出てない。リンゴが出ていないということで、リンゴ。ゴリラ。しりとりゾーンに入ってきました。しりとりゾーンに入ってきました。リンゴゴリラと来たら、はい、ラッパ。ラッパと来たらパンツ。パンツさ、ウィボーズのパンツでございます。さあ、ついに今日のタイムゾーンで壊れました。2人です。長すぎて2人が壊れました。しりとりらしくなってきました。文字数よりもしりとりと化してきました。文字数稼ぐことがない。つです。漬物。漬物。漬物の海苔。ウィボーズが海苔と言いました。漬物に対して海苔と言いました。がリス。リス。リス。スリ。スリ。さあ理事会。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 まあちょっと差がちょっと縮まってきたんで。完全に。医者。医者が出ました。しりとりゾーンのとにかく早く行きたいという感じでしょ。そうです。とにかくもう早く行きたいという一心で。野菜野菜野菜。イカの塩辛。イカの塩辛。ラスベガス。ラスベガス。ラスベガス。姫さん、そのラスベガスは貿易してないですか。わしがよくこっそり遊びに行くのじゃ。姫野さんがこっそり遊びに行く場所でございます。ラスベガス、外遊じゃ。外遊。外遊。貿易ではなく外遊と言い張ります。じゃあ、酢の物行きましょう。酢の物。ノーベル賞。ノーベル賞。ノーベル賞。また近づいてきたおっさんでございます。ノーベル賞行きましょう。浮世絵。ノーベル賞のうに対して浮世絵。浮世絵。海坊主の浮世絵。さあ、だいぶ、日もね、先ほどまでよりは暑く感じず、もう間もなく時間は午後の2時半回ろうというところです。さあ、ここの住宅街もね、エンマ様。エンマ様。エンマ様。エンマ様、じゃあマッコリでいきましょう。マツコリ。マッコリとビールで飲むのがモッコリっていうらしいな。姫野さんがまた卑猥なこと言ってます。マッコリとビールで飲むのをモッコリっていうらしいなって言いましたけれども、この間コマーシャルでやったぞ。モッコリって言うんですか。らしいな。マッコリとビールで、なんでモッコリって言うんですか。らしいぞ。もだってビール持って入ってないじゃないですか。なんでモッコリなんでしょうね。らしいぞ。昔我々が司会しているところでですね、マッコリをモッコリっていう風に言った司会者がいました。誰かは言いませんけど。
末ですね、卑猥ですね。そんな話にもなるぐらいこのタイルゾーンがとても長かったです。2位、このタイルゾーンなかったらだいぶ進んでる。この間、はい、山大国にサッカー教室があって、はい、その時に来た選手がいるわ。山大国のサッカー教室に来た選手がいると。リトバルスキー、リトバルスキー選手。リトバルスキー、やばい、近づいてきた。キ牛乳パックで髪相撲。キユニユパツクで髪相撲。さあやれやれ、もうね、我々がやっている企画でございます。牛乳パックで髪相撲、これもね、撮っておきたかったんですけれども、ちょっともう使うことにしました。早く行きたいので。さあだいぶセンターラインがね、見えるところまでやってまいりました。やっとこのタイル地獄抜けてきました。ウーマーク、ウールマーク、え、ウールマーク、草、草、ウールマークに組んだりして草と。サイドカー、サイドカー、サイドカー、カですね、カじゃ。さあようやくセンターライン見えてきたな。ようやく見えてます。じゃあ貸し切りバス行きましょう。貸し切りバスと、巣でございます。スーパーカー出したか。スーパーカー出ましたね。出ました。あ、出てない、サイドカーは出たけど、サイドカー出した、スーパーカー出てないですね。スーパーカー、さあスーパー家事代行でいきます。家事代行、家事代行を出してました。だいぶネタなくなってしまうんです。もうね、カーはもうね、嫌なんですよ。あともう短いのばっかりですからね。やっぱり、まあ、梅干しって出したか。梅干し出てないです。梅干し、梅干し、梅干し。さあ、やっぱりね、さあ、網坊主さんと、山大国の差って言いそうになりましたけど、氷見屋さんの差ですけれども、4,5,6,7,8,9 マス差です。9マス差、ひみおさんと海坊主さんと山大国にも変わってましたけど、今ね、海坊主さんと山大国さんって言うとしたんでしたっけ。山大国の差って海坊主と山大国の差って言いましたね、今ね。海坊主とひみおさんの差が何マスって言おうとしたら、大輔さんがですね、海坊主と山大国の差って言いました。さあ、梅干しのシューズボックス、おシューズボックス。さあ、もう間もなくセンターラインが見えてきたので、またサクサク進むような感じになりますね。もう一マス差とかになっても、おっさん同士がタイルで近くにいるってことはなくなりそうです。さあ、シューズボックスの巣。今回はここまででございます。第一ステージ、恐怖のタイルステージですけど、もうすぐ通過ということになりそうなんですけど、残りだいたい 1.3 キロくらいで、まだあんまり進んでないんじゃないかなって感じです。長いっすね、このタイルステージ。長いですね。もうね、今思い出しただけでも発狂したくなるぐらいのね、ほんと長かったんすよ、あれ。もうルールどうにかしてくれませんねえ。もうね、無理っすよ、あんなのねえ。ついに普通のしりとりし出しましたね、うん、ここでちょっと一旦普通のしりとりしとかないと、後で弾がなくなるっていうね打つ弾がなくなるっていうところで、一旦そこでちょっとね、間相手もそんなに差が縮まってるように感じないこの時点で、はい、一旦普通のしりとりをしようという、うん、ことになりましたね。ねえ、あとひみおさんね、うん、多分ね、2回同じ言葉言ってるのあるんですよ、どっかに。そうですね、きっとね。あるんですけど、うん、2人とももう覚えてないんですよ。なんか言ってる気しますわね、うん、だから、もうその辺無法地帯になってまいりました。そうですね、そんなこと構ってたらね、もう本当にクリアできないですからね、うん、もうとにかく完走するかしないかみたいな感じになってまいりましたけれども、どっちでもいいから先行ってくれみたいな、ね、感じですね。まあそう言ってこそ、やっぱり海坊主体操って大事ですね。強引ですね、今。今すげえ強引に海坊主体操に持っていきましたけど、強引と言われましても、うん、ね、やっぱ大事だなと思いまして。
そうですか、こういう時にねえ、やっぱこういう時こそやっぱり膝の裏、はい、膝の裏を鍛えた方がいいね。膝の裏鍛えてますけど、ちょっとラジオじゃんいいですか。だからあなたね、YouTube でアップしなさいよ海坊主体操を、はい、アップしなさいよって言われてます。したらいいじゃないの。あ、海坊主体操をね、第1、第2、うん、ね、第3あたりまで作って、ねね、やりますか。じゃあもうそのうちね、はい、ね、脇の下王子って言われて、はい、だから脇の下王子って言われると匂いがきついみたいだからやめてなんかあいつ脇くせんだろみたいなことになるんで脇の下王子ってなると。でも今のなんかそのトレンドだったりするのって、はい、その逆手に取るみたいなのが、ね、だからいいんですよ、トレンドになるでしょ。 脇がムキムキだったらいいんですよ、そういうイメージがつくんだったらいいですけど、脇が臭いイメージしかつかないでしょ、それ絶対脇の下王子ってツイッターのトレンド出るんですよ脇の下王子。いや出てみて、これ誰だろう、みんなクリックしてあ、こいつか、こいつ確か脇臭そうだなみたいないやいやいや思われますよ。いやいや、うん、ねえ、それが実は、はい、もうこのような素晴らしい体操だ、はい、やる方だというのが分かったら、これ、まあ、まずあなたは素晴らしいと思ってないですよね、まず、うん当たり前です。思ってなかったら、もう当たり前だったらそんなプッシュしないでください。膝の裏大将とかね、大将でも若大将みたいな、ええ、うん、膝の裏大将、ツイッターのトレンドにやっぱりこれ膝の裏大将、膝の裏大将ならまだ呼ばれたいですけど、2つから入りますよ。大将っていうのは、要大将ってやつと、はい、あのレコード大将の大将、ね、2つぐらいトレンド入りますよ。膝の裏がどれくらいすごいかっていうね、ええええ、膝の裏アワードみたいな、そう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 まあまあまあ膝の裏だったらいいですね。あの銅像みたいな、あのワールドカップのねカップみたいなのがウィボーさんの膝の裏なんです。形が分かりづれえだろうなそれ絶対膝の裏アワード、膝の裏の形のトロフィーええそうですそうですそうです分かりづらいっすね。いやパッと見ワールドカップですって。いや逆にあのセクシーな女性の足、うん、あの膝の裏だったら見たいですけどね、そういうトロフィーになってんだったら、うん、うん、ね、だから海坊さんなんです。でも僕のですよね、はい、僕の膝の裏なんですよね、誰も興味ないそのトロフィーしかも裏返したら膝側があるんですよね、膝の裏膝の裏の裏は膝だったみたいなというわけで来週お会いしましょう。お相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。ノーサイランド、どうなるんでしょう今後また来週です。さよなら